1分で読書。今回の学びはスティーブ・ジョブズ夢と命のメッセージ。一日一日を真剣勝負で生きているか。もし今日が地球最後の日なら何をするか。その生き方でいいのか、一日一回問いかける。注目すべきは最悪の時にこそ成功の種が仕込まれていたこと。人が欲しがりそうなものより自分が欲しいものを考える。お金のために働いているうちは大した仕事はできない。あなたの時間は限られている。誰かの人生を生きて無駄にしてはいけない。大切なのは心の声や直感に従う勇気を持つこと。あなたの強み、得意分野に力を集中させる。アップルをクビになったことは最高の出来事だった。全くひどい味の薬だったが、多分患者にはそれが必要だったのだ。今回もご視聴ありがとうございました。